みなさんこんにちは、元自衛官のタレントの飾りです。じゃん、今日は画面がいかついです。はい、89式小銃です。おかわいいかわいいかわいいね今日は自衛隊について語ります。とある質問が来まして、私の元にこんな質問が来ております。飾りさん、ご活躍本当にすごいと思います。ありがとうございます。飾りさんは元自衛官なだけあって、本当にどの写真もかっこよく決まって素敵です。ありがとうございます。飾りさんにとって銃とは何でしょうか。まあ、こういった質問が来ているので、私にとって、まあ、銃って何っていうことを今日は語っていこうと思います。自衛隊に入るまで本当に一切銃に触ったことがなくて、まあ、もちろん海外に行って射撃したこともないし、自衛隊に入る前からこう銃に対してすごいめっちゃ銃好きとかめっちゃミリタリー好きっていう感じではなかったです。全く入隊する前は人を傷つける道具とかっていう認識はなかったですね。コスプレするための道具の一つぐらいにしか考えてなかったかも。申し訳ないけど、ただ入隊してからその考えは変わるわけです、はい、入隊して初めて実銃に触ったのは、自分の銃を支給される時に一番最初に触りました。もちろんその銃を受け取る前、その式の前から銃についての知識というか勉強は教育隊させてもらえるんですが、私が完全に実感したなって思ったのは、もうもらった瞬間かな。もらった瞬間に、これは人を傷つけることもあれば守ることもできる道具なんだなと思って、その時に実感しましたね、うん、もちろんその銃を大事にするっていうのはずっと教育隊の間大事にしないといけないっていうのは思ってたんですが、たまに投げ出したくなる時もありますね訓練とかでめちゃくちゃ辛い時に、その辛いプラス銃が重たいとかも思うし、だいたいなんか銃を持ってる時の訓練ってきつい時が多かったような気がするんですよね戦闘訓練やってる時だって銃持ってるでしょ。私行軍だってね、銃持ってやりますから。まあでもそんな中でもね、自分が辛い中でも銃は大事にしないといけないよっていうのが、助教隊の教えだったので、その通りにしてました。こういうその銃に関しての安全管理は徹底して助教隊というか、自衛隊の教育隊で教えられます。役室なんですが、これなんで開けてるかっていうと、中を確認して、中に残弾、弾が入ってないか確認するために開けてます。弾倉は抜きます。これ危ないのでね、うん、あと銃口管理、助教隊ではこの銃口からレーザービームが出てるってずっと言われてて、人に向けないようにしなさいっていうのを言われましたね。で、あと結構言われたのが、銃をまたぐなとか言われましたね。まあ、銃の構え方が綺麗って言われるんですけど、この構え方が綺麗だっていうのは全然思ったことがなくて、だって自衛隊に入隊したらみんなできるから、これ普通なんですよ。 できて普通だし、そもそもこれできないと当たんないし、たまにむちゃくちゃな射撃姿勢でも当たる人 いるんですけどね、うん、なので射撃の姿勢が綺麗って言われるのすごい嬉しいんですけど、自衛隊ではこれできて当たり前なので、うん、入隊すればみんなできるようになります。はい、綺麗に銃構えたい人は普通に入隊すればいいと思う。そう、銃を構えてる時によく言われるのが、なんかそのゾーンに入ったように見えるとか、目が構えた時と普段の時の目と全然違うって言われるんですが、でも確かに銃を構えてる時って割と集中してるので、コスプレの時もとか撮影の時は結構ね、なんか周りの音が聞こえづらくなったりとかするから、それって多分ゾーンに入ってる集中してる状態なのかなって思います。でこの感覚って、入隊する前にこう銃を扱ってた感覚と全然違うので、それは違うのかもしれませんね。意識が変わったと思います。入隊前の写真で武器を扱ってる写真と
今現在コスプレしてる写真と全然違うと思います。なのでこう構え方を教えることはもちろんできるんですけど、その何でしょう、銃を扱う意識みたいなのを教えるのは結構難しいかもしれませんね。表情とか意識ってやっぱり仕事で扱わないと出ないから、ある程度綺麗に構えることは誰でもできると思います。だから教育を受けてきたから出る表情とできる姿勢とかってあると思う。まあ、いろんな銃に興味はあるんですけど、結局89式が一番思い入れがあるかな。最近好きな銃だとね、ちょっと近未来的な銃が好きで、ベクターとかね、タボールとか P90 とか、やっぱり最初に初めて触って最初に実弾撃った銃って思い入れが違うと思う。89式で一番最初に実弾撃った時、反動も音も自分が想像してたよりすごい大きかったのを覚えてますね。そんな感じで私が89式に対して、銃に対しての意識などをお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、もちろん今喋ったことは私の意識であって、自衛官全員の総意ではないし、その自衛隊の魅力とかをまた話していけたらいいかなと思います。はい、それでは最後にいつものあれをやりますか。はい、やりましょう。あっち向いて、ほい。またね。ツイッター、インスタグラムもよろしくお願いします。